新NISAはどの年齢の方にも、どのライフサイクルにおいても安定的な運用ができる。疑問に思ったことをすぐに相談できる環境が必要だと。今年から新NISAスタートしたわけですが、このNISAのありようについて皆さんはどんなふうに思っているのか。最近ですと、こういった SNS であったりとかインフルエンサーが発信するということにより、大学生、場合によっては中高生も興味を持っているという状況だと思っています。新NISAはどの年齢の方にも、どのライフサイクルにおいても安定的な運用ができる資産形成の制度になったなというふうに感じております。地元では親世代含めて投資を経験したことがない方がすごく多くて、子ども世代も投資をやろうっていうマインドにならないのではないかなとは。 SNS にはたくさんの情報が毎日流れていますが、正しい情報の見極め方を学べる環境、そして疑問に思ったことをすぐに相談できる環境が必要だと思っております。現在高校での金融経済教育が充実してきていますが、もっと早期からお金について学ぶ必要はあるのかなと考えております。私は JFLEX に2つの役割を期待しています。1つ目は顧客の立場に立ったアドバイザーです。2つ目は学校や職場での教育の充実です。政府においては新NISAのスタートと合わせて JFLEX において顧客の立場に立った認定アドバイザーによる個別相談や企業派遣、これを8月から開始いたします。金融トラブルへの対応としては、金融庁における相談窓口、またこの JFLEX においても電話相談体制を整備強化していただく、こういったことになります。さらには投資詐欺やこれら犯罪に対処するための総合的な対策プラン、これを6月めどにこれ策定していきたいと考えています。弊社には無料でFP の方で1対1で最大1時間程度相談できるような社内制度があるんですけれども、このようにやはり個人にカスタマイズされた説明を受けられる環境っていうのはとてもありがたいなというふうに感じています。人的資本経営を推進するという考え方からすると、まさに金融経済教育っていうのは投資なんですね。で、必ずリターンは企業に戻ってきます。今日皆さん方からそれぞれ伺った話、これをしっかり受け止めて、国民の安定的な資産形成に向けて政府としてもしっかりと取り組んでいきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。